7月はイ・ビョンホン主演映画を3本お届け。1979年に起きたパク・チョンヒ大統領暗殺事件をモチーフに描く実録サスペンス、 KCIA ナムサンの部長たち。母親に捨てられ落ちぶれた中年ボクサーの兄と、一度聴いた曲をピアノで演奏できるサバン症候群の弟、それぞれの世界を生きてきた兄弟と母が共に暮らし始める、家族の絆で奇跡を巻き起こす感動作、それだけが僕の世界。イ・ビョンホン、コンヒョジン初共演映画。社会的地位も信用も全てを失ったエリート会社員の夫と、息子の教育のため母子二人でオーストラリアで暮らす妻、家族が住む家を訪れた主人公、そこには残酷な真実が。エターナル。